はいどうも、翔平 TV です。本日は千葉県に来ております。前原スポーツさんというところに来ているんですけども、1月3日から、オープンということで、ちょっと中入ってきます。千葉県船橋市にある前原スポーツさん、11月の17日にリニューアルオープンしたということで、外には大きなバットや大谷翔平選手の大きな写真が飾っておられました。入ったらここにアフティブームが並んでおります。アフティブーム今すごい広がってますからね。すごい取り扱い量がすごく大きいです。まずこっちに行きましょうか。グローブが壁にぎっしりとグローブがあるんですけども、めちゃめちゃいいグローブばっかりだ。ここですね。で、ここ公式用ですね。中入った感じ広いし、グローブがもう超詰まってました。で、真ん中の方にウェアや、バッティング手袋などあるんですけど、まずちょっとグローブを見ていきたいんですけども、アトムズさん、Z、アシックス、ジームス、純系、ウィルソン、SSK、アシックス、玉沢、佐伯という愛知県でしたっけ、愛知県で作られたものですね。で、アンダーアーマーもあるし、まずメーカー豊富ですね。僕は草野球やってるんで、ちょっと軟式をね、見ていきたいと思うんですけども、何か気になったものあったら、ちょっと購入したいかなと思っております。お、源田選手モデルのグローブもありますね。あ、ここにもまた源田選手モデルが。やっぱ源田選手モデルを持ってるだけはちょっと敏感です。源田モデルあったら敏感です。たまらんです。たまらんです。たまらんです。でこっち上行くと、結構色が個性的なジームスのグローブが、キャッチャーミットがありますね。こちら側行くと、Z、Z、Z。これ、グローバル入れてキャッチャーミットもある。あまりね、グローブ詳しくないですけど、やっぱ直感で僕は行く派なんで。待って、軟式用だけど、アトムズなんかあるんですか？珍しいね。珍しいっすよね。軟式用のアトムズ。へぇー。こんな感じ？アトムズ？メイドインジャパン。お値段が一応22,800円ってことで。思ったよりそんな、なんか高いイメージありました。アトムズさんって。で、これはウィルソンですけど、大体22,800円とか、22,000台が多いですね。やっぱ軟式用だから、軟式用結構今高いのもあるじゃないですか。3万とか4万とかするね。しますよね、うん、その中でも意外とね、ウィルソンさん22,000円ぐらい、こちらも20,000円ちょっと。めちゃめちゃいいグローブだからね。全部なんかもう魅力的なグローブなんですけど、またなんか個性あふれるグローブの。アップのグローブって軟式ソフトボール兼用、あれこれってなかなか、うん、今は珍しいね。珍しいですよね。うん、今のラベルこういう感じなんですよね。でこの1個前がこれか。でもこのマークあるってことは、このマークあるけどあえてこっちにしてるんですかね、うん、多分ね。そうね、ワールドペガスです。ワールドペガス、探し求めていた千賀モデルのグローブだ。これね、探したんですよ、俺探したんですよ。お、今日お買い上げ。今日ですか？これめっちゃ安い。動画出しましたけど、アディダス買ったんですよ、はい、アディダスのピッチャー用ね、買っちゃったんで、今回はちょっと泣き泣き、ちょっとこれは買えないですね。プロステータスの千賀モデル、これは多分やばいです。変わった感じ、もうなんかやばいっすやばいっす。これね、次回に持ち越しで機会あったらちょっと買いたいなと思っております。あれ、これはあれじゃないですか、去年のオールスターの時の限定、プロ野球のオールスターの時の限定モデルみたいな感じ。22,800円。ここはアパレル関係なんですけど、バッグ全般、スラッガー、ちゃんといろいろ、ね、水のプロやスラッガー、これ結構いいバッグ多いっすね。歴史を変える、ヒデオは俺たちだ。H2 か H2 っすね。これ AU じゃないですか。AU AU じゃない、AU じゃない、もしもしっつって、いいじゃないっす。ヒデオとか言って AU AU
出ますか。今日キレがいいね。キレ、キレ癖がいいです今日。これって知ってます？これ実はあのここのお店の前原スポーツさんのオリジナルのイラストですかね。でこっち見てもらうと靴関係スパイクやアップシューズがあるんですけども、この並び方、もうとりあえず並び方がもう素晴らしい。全部欲しいぐらいです。中にはアンダーマー、アシックス。もうこれあんま見たことないな。ミズノの靴ですね。これもなんか質がいいし。イライザ、ん？ここの下芝。うん。ゾゾマリンと同じ人工芝使ってるようです。今さ踏んだ時にさ、うん、なんかすごい沈んだ感じがしてさ、そうなんですよ、びっくりしたね。自分の去年の最後の方には一回やったんですよ、ゾゾマリンで。その時やっぱね、ふかふかでしたね。左に、はい、こちらのバッテゾーンなんですけど、まあ、この辺ディマルニとかね、まあ、おなじみなんですけど、自分はなかなかこれあんま見たことなくて新鮮なんですけど、 SSK のこの、なんだこのウィーンってこう線が入ってる、かっこよくないですか。これよくあります、よく見ます。うん、最近のはそういう感じなのかな、わかんない。その下のやつのはよく見てたけど、これですか。うん、プロエッジって言われてか。で、アシックスがあって、で、デサントがあって Z、ミズノ、カッターズがある、カッターズがある。僕あの今使ってるのカッターズなんですよ。愛知県の山スポで、山本スポーツさんで買ったんですよ、向こうさんと一緒に。ここにもあった。しかもなんかデザインがなんかパワーアップしておる。あれ、こっちにありますね。じゃ あこれだ。これがあの従来ってか前からあったやつ。これ多分限定じゃないですか。もう限定だ。すごい従来のやつですね。バッテ買いますか。じゃあ平井さん、バッテ買うの。バッテ買いましょう、バッテ買いましょう。なんかフランクリンは負け散ったんだな、そういえば。大阪で負け散ったな、強制の時に。これ行きたい、これ行きたいです。 SK、 SK 行きたいです。 SK はあの1回もないんで。おう、 SK 行きたいな。でもやっぱこのゴールド行きたいなっていうのが正直なところ。しかしサイズが M までしかありませんので。いつも O、 いつも O って、ね、結構大きいやつ、XL、一番大きいやつ。手でかいや。太いだけっす。どれがいいかな。これかな、やっぱ。これっすかね。赤。あ、赤。新しいチームがね。そうっすね。新しいチーム赤だし、ちょうどいいかなっていう感じがします。でも金に白に赤にいろいろ入ってるんで、ちょっとフィット感 OK。ハニカムシリカン。ハニカムらしい。これハニカんでる表情らしいです。ハニカんでるシリカンっす。で、今回、購入しようと思っているグローブが決まりました、決まりました、はい。うん、今回買おうとしているのはこちらです。こちらのハイゴールドの軟式用の内足ですね、内足のグローブ、こちらを今回、購入したいと思います。買いますよ、本当に、本当に買いますよ、本当に買いますよ。というわけでこの2つを今回購入したいと思います。バス、
皆さん購入しました。の専務の前原スポーツの専務の山田さんです。よろしくお願いします。いや本当これちょっと良かったっすね。今年のあの自分のお年玉として買っちゃいました。新春、新春です。はい、いろいろまあお世話だったんで、今あの翔平 TV シャツプレゼントさせてもらって、こんなんでよければ見せてください。本当ですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。シリアさん、うん、調子乗ってちょっと返しちゃいました。調子乗って、あの調子乗っちゃってっつって返しちゃいました。ユリアンか。ユリアンっすね。はい、しかもここのほらデザインの横にちょっと返っちゃいました。これ怒られちゃいます。怒られちゃいます。え、怒られちゃいます。落書きしたん？落書きしました。落書きが僕のあの癖なんだ。癖が強いの。こちらね、タオルもあるんですよ。こちら前原スポーツさんのオリジナルデザインのタオルもある。で、ここにアクティブームがあります。アクティブームもお店の前に置いていただいて、いや本当に恐縮でございます。ありがとうございます。もしあの前原スポーツさんが来ましたら、あのこちらをね、あの見ていただいて、でワンちゃんここの壁の方をこうザーッとこう見てもらうと、ここに落書きをしている翔平 TV が落書きをしてしまったこのサインがありますんで、こちらを もしよければ見に来てください。お願いします。はい、というわけで本日の動画以上となります。チャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。イエーイ。